やっべえ、久しぶりだ。新作発売されるやん。実は僕、人生で初めてやった動物の森がゲームキューブ版でさ、当時バイオハザード4がやりたくて、ゲームキューブ買ってんけど、クリア後にやるゲームなくて、ピクミンと動物の森ずっとやってて。いや、新作発売されるからさ、めっちゃ久しぶりにちょっと起動してみようかなと思って、最後どこのデータで止まってたかとか何も覚えてないんですよね。久しぶり。遊びに来たのね、久しぶりです。元気してました？今インセイン村俺とんでもない村おってんな。マジかよ。いや、行くわ。オッケー、行こう行こう。行きます。はーい。どちら様だったかしら。お久しぶりです。トワンコ。トワンコじゃ、忘れたんか、おい。いやー、久しぶりや。多分10年以上ぶりちゃうかな。なんもわからん。っていうか、あんまりやってなくない？あれ？あれ？データ消したっけ？え、もうなんもわからん。とりあえず。手紙来てるわ。あ、なんか手紙来てる。ありがとう。手紙送ってくれた人がいる。そもそもこの村誰が住んでんの？博物館より。あー、はい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 。化石のね。ちょっと待って、これ届いてるってことはやっぱり全然やってなくない？これ、かなり最初にこれやっちゃうんか。母より。お、おかん。これさ、あれば大丈夫。大事に使うのよ。おかん、ありがとう。何くれたんや。サンキューおかん。福袋。嘘。ケケララバイと、ピンボールと、ドンキーコングジュニア。おかん！え、ちなみに、僕んちどうなってるんですか？何も始まってないやん。下げんな、おら！ちょっと村がどうなってるか見に行くか。荒れ放題やな。この世の終わりや。なんで何もしてへんねん。あー、君名前何やったっけ？リッキーや。しばらく会わないうちに痩せたんじゃないの？僕はね、3キロも太ってしまったんだ。おかしすぎるやろ。警察呼んでくれよ。いや、出してくれよ。なんで145ヶ月目までは OK やと思ってんの？いやー、これちょっとどうしようかな。どうしよう。うっす。どうなってんねん、この村の奴らの倫理観。でもアセロラいんねんな。アセロラいるのはいいな。めんどくさくなってきた。ちょっと他の住人。住人大体見ていこう。あー、この村元に戻すのすげーめんどくさいぞ、これ。どうしよう。うっそ、霜降り。145ヶ月ぶり。久しぶり。旅行っていうかもう引っ越したレベルやよね。必要な道具や欲しいものを買うためにはお金が必要なんだけど、お金を稼ぐのはアイデア次第よ。それぐらいは自分で考えなさい。まあ。インセイン村で手に入るものなら大抵のものはタヌキちゃんが買ってくれるわよ。っていうか、お前らさ、もうめんどくさいな。こんな生えんねんな。めんどくせ。あとはこんなもんか。おー、ダンベル。うっす。にも言わずに姿くらましやがって。いや、すまんな。ちょ、これしばらくは草むしりやな。でもこれ多分一本一本マジで丁寧に抜いていったら多分本当に気が狂ってしまうので、なんで俺動物の森やりながら気が狂わなあかんのかわからんから嫌なので、ちょっとあれやな、なんかたまに通りすがりにちょっとずつ抜いていこう。いつかなくなるやろ、草も。もうこの村捨てて新しい村行ったらええんちゃうんか。なんで俺がこんな頑張らなあかんねん。145ヶ月間俺がおらんかったことと村荒れ果ててんのは関係ないやろ。
俺のせいちゃうやろこれ。ということは多分タヌキチに金も返してないなこれ。どうしようかな。とりあえずお金稼ぐか。あ、タヌキチへの借金がいくらあんのかまずちょっと確認しようかな。お前もやれや草むしりなあ。こんにちは。そうだ、君の用事は何だっけ。退屈だ、まあ、話しかけていこう。プレゼントをダンベル君に渡してきてくれないかな。僕の大切なダンベル君だからね。あ、そうなの。ダンベル君も喜ぶんじゃないかな。ダメみたいな。しょうがねえな。草はむしらん。物は持っていかん。もう。そうか。この頃、俺、このゲームでどうやって遊んでたか、ちっとも思い出されへん。なんかあれやよな、なんか、自分でデザインした T シャツ。着て、で、村で流行ってみんながそれ着るみたいなシステムあったよな。あ、なんか埋まっとる。ちょっとお金持ってんな。金がねえな。ダンベル先、挨拶したけど、どこやったっけ。あー、こんなん見れたね。どこや。霜降りだ、あ、すぐそこや。あ、下か。え、これ下って。あははは。激烈めんどくさい村や。しゃあないな。届けに行くか。なんかもらえるよね、さすがにね。ダンベル君分かってるよね。もうすぐ新作も出るし、分かってるよね。あれ、ダンベルってこの辺じゃないっけ。あ、おっと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 。へい。へいへい。お届け物です。なんかくれ。ま、そういう律儀なところがあいつの持ち味というか憎めないいいやつなんだよ。いや、いいねんけど、お礼のお礼は？それ何やったっけ？壁紙？あー。一気なやつ、こんなもん俺に送るなんてどうかしてるぜ。冗談もほどほどに。おっと、そんなことおめえには関係ない話だわな。このボア付きのコート、神、嘘、いいんですかい。リッキーに会ったら気持ちはよくわかったって伝えておいてくれ。めっちゃ揉めてるやん。え、やめて、巻き込むのやめて。あと、いらんねったらちょうだい、それ。ボア付きコート着よう。おー、ボアついてるかな。ついてるかな、これ。手痛なってきたな。おかしいな。俺なんか悪いことしたかな。145ヶ月ぶりに村に戻ってくんのってこんな罰受けやなあかんのことなんかな。ええけどさ。あー、そういえば化石を結構掘り起こしたのよね。これって、どうすんのやったっけ。博物館送るんやったっけ。もし化石を掘り出したらお手紙でお送りしてください。標本にしてお返しします。これ鑑定してもらわんと確か博物館に飾ることができへんのよな。草ですね。抜きます。はい、僕がやります。やらせていただきます。お前今俺が草抜いてんの見て見ぬふりしたよな。なあ、おいら何回でも挨拶するぞ。ところでさ、おいらに何か用なのか。ポンチョってこんな顔やったっけ。2丁目にある家、あと何軒空いてる。たくさんの人が住んでくれると、おいらたちの話し相手も増えて嬉しいぞ。まだ空いてるみたいなら、お前の友達誘って、来てくれ。来てくれ。え今なんかすごい噛んでなかった、ポンチョ。大丈夫。これ、何やったっけな。なんか、メモリーカード渡したら、なんか人の村に遊びに行ったりできんのよね。あ、この当時、ゲームキューブ持ってた人なら、なんとなくわかると思うんですが、ゲームキューブって意外と誰も持ってなかったんですよね。いや、ほんまに俺の周り誰も持ってなくてさ、ゲームキューブ。むしろバイオハザード4をやらせてくれって言って友達が僕の家にめっちゃ来てました。なので当然僕は動物の森を一人でやってたわけです。孤独の動物の森やったわけです。
寂しかったな。ま、友達はゲームの中にいっぱいおったけどね。え、生えすぎじゃない？こんなことなんの？今更だけど俺の髪型何？これ男の子やんな。女の子ちゃうよな。わからん。あれ、名前の吹き出しが青かったら男の子みたいな感じだったっけ？覚えてねえなあ。ん？ここあれか、ゴミ捨て場か。うん、便箋いいのかい？もらっちゃおう。あー、持ち物がいっぱいや。これ持ち物いっぱいの場合どうしたらいいんやったっけ？一回家に置きに帰るか。いらんやつ。とりあえずドンキーコングジュニアと、おかんがくれたドンキーコングジュニアとピンボール部屋に置いとこう。これ遊べるんやったっけ実際に。あー、あったなあ、そういうの。あったわー。ちなみにこれ E プラス版です。よし。俺んちの周りひどいな。なんでゴリラの家の周りの草あんな虫って、俺んちの周りこんな草ぼうぼうで放置せなあかんねん。まず俺んちの周りやろ。ということで草むしりしまーす。よし。この拾い物の手紙でいいや。これで。手紙を書く博物館さんへ。なんか書かなあかん？書かこれ。やろう。で、はい、これで OK です。やろう。めんどくさなってきた。もうええか。OK。手紙を書く。はい、はい、大丈夫です。はい、もう OK です。白紙で。OK、これを出してしまえば、いろいろすくぞ。これ何？手水鉢。もらおう。なんなんか全然ピンとけへんけど。左側やな。もうせめて駅の周りだけでも抜いとけよ。どんな気持ちで145ヶ月間を過ごしてきたんや、こいつら。あれ、なんか、郵便局の、何だっけ、ペリミ知らん。すごい真面目でいい子やった記憶があんねんけど。君よ、ペリコ。お前そんな顔して草むしってないの？マジか。すいません、これ博物館に届けてもらっていいですか？あ、これ一枚ずつやらなあかんのか、めんどくせえ。はい、全部。あとなんか小金持ってるな。小銭持ってるわ。お願いします。あと、振り込みを。たぬきさんにお店に振り込みですね。請求額残り17,400円。まるで減ってへんやん。あれ？最初からこんなもんじゃなかったっけ？気持ち入れとこ。気持ち入れとこ。裁判所に持っていかれたらちょっと厄介やから。返す気はありますっていう意思だけ見しとこ。いや、返すつもりはあるんです。返すつもりは本当にあるんです。よし。っていうか、行こう、たぬきちんとこ。単純に何揃ってるかも見たいし。あ、お願いします。あー、これか、村のメロディーみたいなやつ。ここで設定した音がなんか、村の中でよく使われる音なんだよな。あー、あったな、こんなん。全消し。任せろ、俺が最強の音楽を奏でてやるよ。なんか、ちょっとそれっぽいのできちゃってんけど、どうしよう。え、消す？消すか？いや、まあ、いいか。いや。もしかしたらセンスあるかもしれん。めっちゃ適当に並べただけやねんけど。草もむしりつつ。もう草をむしっている自分に何の疑問も抱かなくなってきた。いやでもこれは俺がやらなあかんわ。久しぶりに帰ってきたんやからな。うん、あれ俺がやらなあかんかな。あれちょっと待って、おかしになってるか、もしかして。タヌキの店はまあもうええわ。別に誰も困らんし。ちょっと待って、草。
草すげえ適当な生え方しなかった。うっかり忘れてたんだけど、とても大切なことをお願いしたいんだな、もう。はい。インセインブランドダイヤ、はい。ハッピールームアカデミーの審査を受けてほしい。難しいことじゃないよ。自分のお部屋を魅力的にしてくれたらいいんだ。いつの間にやら審査されて、時々審査結果の採点が届くから、少しでも高得点になるように頑張ってほしい。ああ、はい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 。これ落ち着いて考えたらとんでもないことされてないか。引き受けてくれるよね。ああ、任せろ。点数が低いと村の威信に関わるから、気合い入れてお部屋をきれいにするんだな。おう、もう俺の部屋、だいぶ、まあ、頑張るわ。任してくれ。あれ、斧とか、虫取り網って、この店の中じゃなかったっけ？まだかかるんかな？ちょっと待って、今なんか、店の横に、激烈雑に生えてるこの、チューリップとか。俺がやったんやろな、これな。俺以外やれへんよな。あれか、なんか一番最初に、なんかアルバイトみたいなやらされるときに多分、草植えてきてって言われて、ごっつ適当にやったんやろうな。まあ、もうええわ。あ、手紙来てる。これは化石の、ん？これ、あ、ダンベル。はい、はい、はい、はい。手紙ってのは難しいな。今まで生きてきてこんなにわけのわからねえものに出くわしたのは初めてだぜ。未知との遭遇ってのは意外と身近にあるもんだな。とくら。え、うん。ありがとう。ダンベルに、これ何やったっけ？グランドホッグデー。あー。うん？12年前になんか書いてあんねんけど。もう完全に覚えてなかったから。ちょっと面白かった。あ、そや、あの、お前、ダンベル、あれ、入ってたか？あ、ちょ、ダンベル来てる。えいっす。ダンベルから、連絡、うわ、おしゃれな家。センスあるね、君。ダンベル君にお届けありがとうね。喜んでた？もう喜んでたんか、あれ。喜んではなかった気がするけど、直接、いや、喜んでなかったよ。むしろ怒ってたよっていうのもなんかちょっと日本人やから。まあまあで、濁しとこ。そこそこ気に入ってはもらえたみたいだね。いらないとか言われたらどうしようかと思ってたんだ。まあまあ、リッキーはね、ほんまに 100% 善意で渡してるからね。え、100% 善意やんな。一応確認するけど、あれゴリラに喧嘩打ってたわけじゃないよな。別の村にお出かけできるんだよ。よその村にお出かけするときは駅から汽車に乗って出発するんだ。行き先の村のメモリーカードがお出かけ用のメモリーカード。ああ、そういうことやよな。うん、もう多分今このゲームをやってる人はおらんと思うから難しい話になるけどな。おめえ、俺に一体何の用だ。いや、逆に俺が聞きたいんだけど、なんで君こんなとこまで来てんの。さすらう人生ってのもいいもんだと思わねえか。そいつが俺の生き方。ボストンバッグに思い出詰めて村から村への寝なし草。あ、そうなんや。バイバイ。俺はそのうち他の村に引っ越しちまうかもしれねえが、その時は笑って見送ってくれよ。あれ、引き止めとかってできへんのかな。いや、多分、もう、はぁ、憂鬱。多分、引っ越す段階になったら荷造りしてるから、その時に行かないでくれ、みたいな言ったら止めれるはず。一応、飛び出せ動物の森もやってたんですけど、やったことあるのはこれと、飛び森だけかな。ただ、遊んでた時間は多分、こっちの方が長いかな。このデータではないな。消しちゃったんかなぁ、データ。全体的に村巡ってなんとなく草は抜いたぞ。アゼローラ、一生インセイン村にいてくれ。話に来たよ。赤と青ならどっちが好き？めっちゃ赤いやつに聞かれた。え、あ、青って言いづら。赤。
それじゃあ宝物と贈り物はどっちが好き？どっちも。ワンコちゃんって手当たり次第だね。せやろがい。正直言っていいことだよね。いや、この村やったらアセロラがいいな。でもアセロラ、あれ？なんかアセロラって、ん？アセロラ、もしかしてこの時そんなに可愛くない？ちょっと聞いてもいい？トンコちゃんって血液型なに？あ、僕ですか？僕は B です。B 型ね。じゃあ誕生日は？12月の2日ですね。12月2日生まれのいて座、そうでーす。大たちって相性マジかよ。いてくれ。というか145ヶ月間の失踪についてはもう誰も聞かなくなったな。いや、聞かれない方が助かるけど。実はお前に頼みたいことが、はい、何でしょう。こいつをトンコに渡してほしい。仲直りの証だ。この間あいつと喧嘩しちゃったからさ。なんか照れくさいし、お前にお願いしたい。任しとけ。俺は弾んでよ、頼むよ。そういえばこのゲーム起動するにあたってさ、ソフトとかメモリーカードは結構すぐに見つかってんけど、コントローラーだけ本当にどこ行ったかわからなくなってさ。ゲームキューブのコントローラーなんかスイッチ用の USB のやつとか持ってんねんけど、元々のゲームキューブのコントローラーどこ行ったかわからなくなって。というか何やったらコントローラーどころか本体ごとどこ行ったかわからなくなっててさ、コントローラーだけ出てくる気がせえへんかったから、もう2020年にもなってゲームキューブのコントローラー買いました。いや、しかし売ってるもんやな。それがびっくりしたわ。もうなんか外箱なしみたいなやつやったけど、全然あっても困るし。ということでコントローラーだけ買ったんですけど、全然状態もいいしな。いや、でも未だにゲーム機古いやつのコントローラーとか全部あるよって人もおるんやろうな。ちゃんと保存管理してて、なんか引っ越しを何回か経て完全にどこ行ったかわからなくなってるやついっぱいあるわ。まだこんな生えてんの？喧嘩とかやめとけよ。はい、これポンチュちゃんから贈り物って大丈夫かな。大丈夫やろ。ハンモックだ。あたいこういうの好きなんだ。お、ポンチョやるやん。当たってるやん。またポンチョちゃんとはうまくやっていけそうな気がするわ。とりあえずあんたにお礼あげなくちゃね。シックなベッドでいいよね。おお、いい、ありがとう。ベッドなくて困っとってん。ベッドなくて、うち埴輪はあるけどベッドがないねん。ありがとう。そしてご苦労だったな。トンコはちゃんと喜んでくれたかな。お、あれは完全に喜んでたよね。オイラ嬉しいぞ。トンコのやつ、これでオイラのこと許してくれないかな。許してくれないかなってことは、原因はお前にあんのか。よいしょ。どうしよう、この家。どうしよう、俺んち。終わりや。これしまって、ベッドここ置くか。ベッドでかっ！マジか。思ってたよりでかい。ドンキーコンクが完全に隠されてしまった。ああ、どうしよう。これ、ああ、カレンダーか。このゲームって発売2003年でしょ？すげえな、2020年までカレンダー続いてるんや。このゲーム17年間遊び続けてる人のこと想定してたんやな。新作って何月やったっけ？ 3 月やったっけ？楽しみやな。